朝6時前のスピードウェイです。これから1000キロ10時間走り続けます。K4GP 富士1000キロ耐久レース本戦です。皆さんおはようございます。現在時刻は6時6分を回っています。この後放水が6時10分からとなっています。この後6時10分から放水となります。この放水でありますが、KOGP のスタッフの指示があるまで繋いでください。 KOGP のスタッフの指示があるまでピットの中で待機をしていてください。現在6時まもなく7分になろうというところ、6時10分から放水です。6時10分から放水です。はい、スタートドライバーの山ちゃんです。今日はどんな感じで走りますか？40秒出しますね。おお、素晴らしい。目標40秒。おっぱいが待ってるんで。放送できませんよ。40秒。いいよ。頑張ります。頑張ろう。ご安全に楽しい一日を。おい。さあ、いよいよグリッド整列の時間がやってきました。参加チーム204号車あると、何事もなく無事に帰ってきますように。頑張ってください。今度車も走ります。反則だこれは。レーシングカーだ。あれじゃ、異性ドライバー。あー出た、うちのプロ。はい、山田くん頑張って。はい、皆さんご安全に、みんな個性のあるチューニングでかっこよく車を決めています。今年何リッターだっけ？65だっけ、今年は1000キロ65リッターで走り切る予定です。与えられた燃料は65リッターです。風力はいいかな。あれが可愛いじゃん。正体不明のモアイみたいなやつがいる。モアイ、なんだこれ。あれは可愛いよね、この恐竜は。あ、ここにも探検発見。やられちゃうよ、海兵隊に。スタートはルマン方式になります。仮装したチームメンバーがこちら側から車のフロントウィンドウに貼ってあるその紙を剥がしてスタートになります。なかなかスピードウェイのホームストレートを歩く機会はありません。天気もいいので一日楽しめそうです。今回の参加チーム RCP アルトです。無事に完走してくださいね。メディアの取材も来ております。結構楽しい仮装がいっぱいです。まだまだスタンバイしているチームがたくさんおります。今日は150台ほど走ります。メディアの取材もたくさんあります。みんなチームで頑張ってます。夏のお祭り K4GP 全国からみんな夜なべしてきております。これなんじゃ
カエルが、仮面ライダーもいる。ここが最後尾です。スピードウェイの最終コーナーはこっちの方で、フォークストレートあることはありません。こちらから走ってきて、このステッカーを剥がしてスタートになります。